冷房はなく扇風機、夜は寒くてちょうど良いが昼は暑い。茶菓子がなくてせこい。品数はあるが普通でした。飛び抜けて美味しいのは名産のキャベツ料理でした。ケーキのスポンジもパサつきがあり、伊藤園ホテルのケーキと同レベルでした。スペアリブは美味しかった。ローストビーフは肉が硬い、ステーキ感がすごい。これは甘くて美味しい。水っぽい冷凍カニ。これは美味しかった。
このクオリティで今時アルコールが別料金。これは美味しかった。品落ちしたバナナ。普通今時こんなスムージーでお金取るホテルは珍しい。特別に頼んだ誕生日ケーキ4800円い。このケーキはめちゃくちゃ美味しくて、頼む価値はめっちゃあるケーキでした。マンザプリンスホテルに宿泊しましたが、いろいろ細かいところで、お金は払うわ、設備は古いわでケチというか、今時古いやり方をしてました。リピートありかというとなしです。値段とサービス、施設内の汚さは伊藤園や大江戸温泉物語に比べたらランクも同等で、サービスが悪すぎ、昔の名前だけのホテルです。もし、マンザプリンスホテルに泊まるなら混浴はできるが、同じ系列のマンザ高原ホテルの方が良いと思いますあと、缶ビール 350ml 270 円、500ml 500 円なので、コンビニでおつまみなり購入することをおすすめします。
クオリティがあまりにも今の時代に合わず低すぎる。接客はめっちゃ良かったので、そこを除けば伊藤園ホテルを少し豪華にした食事ぐらいです。オールインクルーシブにすれば流行るのにと思うホテルでした。それぐらいコスパとクオリティが低いホテルでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、コメントいただけると励みになります。よろしくお願いします。